構えてる時に、まあ、ピッチャー投げるじゃないですか、交渉入る時にキャッチャーっていうかフラッグを出しちゃう、うん、こうやるじゃないですか、うん、一回叩いたりとかするとこれでなし、いや全然ある、あのだから構えてピッチャーにここに入り来いって言うでしょ、でピッチャーっていうのは足上げてここまで見てるけど、この後から見ちゃいねえんだよ、うん、見えないから体振るから、その後それまでは見せてやって、はい、この辺ですよ、この辺この辺って言って足上げたら投げるときに今みたいにこうやってポンって投げるときにこうグラブをちょっと一回下向けて、ちょっと下向けていい、うん、下向けていい、まあ、ピッチャーはこうやってさ投げようとこうやって狙ってるときにさ構えてなかったら狙いにくいから、ピッチャーが足上げて、まあ、こっちに来るまでは構えてやる、